ハロー YouTube、ニーハオヨーコアン、リンチーです。ですね、今日こちらの映像はですね、Mate 30 Pro、ホアウェイの、Mate 30 Pro で撮影しております。やっぱいいよね、スマホでこんだけ綺麗な映像が撮れたらね、かなり満足だよね。まあこれちょっとインカメなんですけどね。インカメなんでちょっとなんかガンガン動くとなんかちょっとジリジリしてダメだったりするんですけども、昼間のね、まあ、光がちゃんとしてるところで撮る分には、すごいいい映像ですよね。ですね、今日のお話なんですけども、香港で続けて騒いでるんですけども、誰でしたっけ、香港版のグレタさん。アグネス・チョーか。まあ、アグネス・チョーね、彼女さんもう何回も4、5回も捕まってて、なぜかね、毎回なんか1日ぐらいで出てくると。で、ここからね、何が推察されるかっていうと、そのさ、中国ってさ、香港にさ、なんかほら、中国政権に対して都合の悪い存在が現れたら、連れ去って監禁して洗脳するんじゃないのっていう、そういう疑問が湧いてくるわけなんですよね。で、このアグネス・チョーさんね、まあ、日本で報道されているほど、その香港で影響力が、あるわけじゃないんですよ。で、それでですね、まあね、僕はなんか、このアグネス・チョーと、ジョシュア・ウォン の勢力がなんか香港のなんか、なんていうの、改革派っていうか、もうそこら辺の、10分の1ぐらいの勢力あるかって思ってたら、なんか、まあまあなんか他のチャンネルとかでなんか100分の1ぐらいだって言ってる人いて、まあまあどちらにしろ皆さんが思ってるほど巨大な勢力を、持ってるわけではないのですよ。はい。それでですね、まあまあこの、アグネス・チョーのなんか YouTube とか見てたら、あ、こんだけなんかフォロワーいたらなんかすんげえ稼いでんだろうな、みたいな感じで、彼はね、彼女は、多分、その自分の口座にね、日本円にして、ね、何億円って持ってる可能性があるんですよ。そのぐらいなんか、儲けてるんですよね。あとほら、アップルデイリーでいいのかな、日本語で。なんか、中国語でピンゴーリューパオって言うんですけども、ピンゴーってリンゴなんですけども、だからリンゴ日報ね、アップルデイリーでいいと思うんですけども、この社長のリジーインって日本語でジミーライってなってるのかな、ジミーライもね、またこれ言うと、あれなんですけど、怪しいんですよ。で、おそらく、なんか動いてるんですよね。で、これ日本で報道されていないんですけども、ジミー・ライが逮捕された日、このアップルデイリーの、株価ね、いきなり上がってるんですよ、株価が。それどんぐらい上がってるかっていうと 300% 上がってるんですよ。だから3倍の値段になったんですよね。で、これ多分ね、香港の株式市場、まあ多分もう歴史的なその上がり幅なんですよ。1日でこう3倍になるとかね。なんでそんな現象が起こってるのかなっていうのに、なんか明確な説明ないんですよね。だから一部、香港内の報道ではそのジミー・ライが、逮捕されたことによってその香港の、愛香港社、たちが、まあ、たくさんそのアップルデイリーの新聞買ったから上がったんだって、そういう風に説明されてるんですけども、新聞買ったぐらいで、なんでそんなに上がるんだと、まあ、思うんですよね。だから、まあ、普通ありえないじゃないですか。どんだけなんか香港人全員買ってもなんか1日でそんだけ株価上がるってありえないと思うんですよ。じゃあその株買った資金は、どっから来てたんだっていう疑問が、湧いてくるわけなんですよね。で、まあ僕の見方なんですけども、まあ例えばね、まあまあ中国、このジミー・ライがまた中国大陸の誰かと繋がっていて、まあジミー・ライ逮捕されたんだけど、香港の株価はまだ逮捕された、この状況でも上がっていくよってこういうふうに見せたかったんじゃないかなって僕思うんですよね。だから何らかのほら事件とか現象とか運動とかデモとか起こった場合に、どこを見ていかなくちゃいけないかっていうと、結局ね、誰の資産が増えたかって、
見ておいた、観察しておいた方が僕はいいと思うんですよ。だから その資産が増えた人が裏で何か、操作している可能性が非常に高いんですよね。でほらこのジミーライ含めアグネス長ね、もう何回も捕まってるんだけども、その大陸に、連れて行かれた様子ってないじゃないですか。でこのなんでこんな現象が起こるのかなって、でまずはその大陸に連れて行かれるっていうのがもうそもそもの嘘だという可能性もあるし、まあこの二人がね、実は大して影響力がないと考えられたりもするんですよね。だからどっちなんだろうなっていう。だからこの二人、だから本当に連れ去りがあるとしたら、その連れ去られた本屋のおっさんより影響力がないのかと。うん、だからアグネス長とかね、まあまあ日本ではなんかすごい大々的に報道されてるんですけど、まあ僕はなんか10分の1ぐらいの勢力を持ってるかなって思ってたら、その、まあ実は100分の1ぐらいじゃねえかっていう、そういう話なんですよね。で、この、まあまあこのジミーライもこの、まあ勢力図とかさ、支持者の数とかさ、そういうの調べてるわけじゃないんですけども、まあ結局その、なぜかその、まあまあ中共批判をずっとしてる新聞社なんですよね、香港で。で、その社長が捕まって、その株価上がって、得するのは誰だと。得してるのはさ、この社長だよね。もう釈放されてさ、自分の新聞社の株価さ、3倍になってんだからさ。で、このお金の動きがさ、はっきりしないと、わかんないよね。誰が何とどう繋がってるのかっていうのがなんか全然わかんないんで、まあ、とりあえずこのアグネス長とジミーライ、僕もなんか怪しいと思っています。で、僕のこのチャンネルね、どこかの団体とかを持ち上げてるわけでもなくて、誰かの味方をしてるわけでもなくて、皆さんにね、自分の頭で考えてほしいなって思ってこう作ってるチャンネルなんで、まあまあそういうふうに、見といてくれればいいと思います。はい、それでは皆さん、リンチでした。再見。